現在、昼帯や BSTBS、サンデーニュースビズスクエアなどに出演している TBS の古谷由美、古谷由美アナウンサー。古谷アナは、TBS ラジオでファッションにまつわる番組、古谷由美の新宿三丁目レディオお服を捨てよ、春を着ようのパーソナリティを務めるなどファッション好きとして知られており、その放送において伊勢丹とのファッションコラボレーションも実現、エレンディーク、エレンディークと N.O.R.C. ノークとのコラボアイテムのデザインを自身で担当、発売されたことでも話題を集めました。そこで今回は、そんな古谷アナのこだわりが詰まったおしゃれなコーデをチェックしてみました。写真。古谷由美アナの色気漂うサロペットコーデ、シンプルなパンツコーデをシックな色使いで大人可愛く、古谷由美の新宿三丁目レディオお服を捨てよ、春を着ようがいよいよ放送です。という投稿では、古谷アナとラジオにゲスト出演したスタイリストのドド千春さんとのツーショットを公開。この日の古谷アナは、淡いベージュのパンツに黒の半袖トップスを合わせたラフな装い。カーブラインが綺麗なパンツなので、シンプルな黒のトップスをインするだけでも様になる仕上がりに。タイトなシルエットのトップスを選ぶことによって、女性らしさも。足元はかっちりとした黒の靴で品の良さもプラスしています。この投稿には、パンツが可愛すぎます。私服可愛いです。女子力の高さたるや、と、シンプルなコーデも可愛く着こなす古谷アナを絶賛する声が多数寄せられていました。自身がデザインした、フェミニンな華やぎカラーワンピを披露。以前放送したラジオ、古谷由美の新宿三丁目レディオお服を捨てよ、春を着よう。番組コラボアイテムとして作ったお気に入りのワンピースを着ました。という投稿では、ラジオ番組のコラボアイテムとしてデザインした、エレンディークのワンピースコーデを紹介。春らしさを感じさせるラベンダーカラーのノースリーブワンピは、A ラインのゆったりとしたシルエットが女性らしくて可愛い。古谷アナはフェミニンなワンピにあえてコンバースのスニーカーを合わせて甘さを控えめに。メガネとネイビージャケットで知的さもプラスしています。前はすっきりボートネック、後ろは少しデザインあり、とも記しており、ディテールも可愛い一枚に。この投稿には、この色可愛い、素敵なデザイン。欲しいです。やばいよ買ったよ。お揃いですね、との感想が届き、古谷アナデザインの華やぎカラーのワンピは大好評でした。サロペットもメイクとウェーブヘアで色気のあるムードに、大人の自覚を持ち髪を少し黒くしました。眉毛は赤いし、下まつ毛はオレンジだけどそこは見逃してやってください、という投稿では、カジュアルなサロペットを着用した古谷アナのオフショットをアップ。白のロンティーにサロペットを合わせたリラクシーなコーデも、オレンジカラーメイクでおしゃれかつ大人っぽい印象に。鎖骨下の長さのヘアは、ランダムに緩く巻いて柔らかな雰囲気を作り出しています。華やかな赤のリップで、さらに色気のあるムードに。この投稿には、顔も服装も全部が好き、透き通るような美しさ、アイメイクアップで見たい、どこのサロペットですか、と、コーデだけでなく、古谷アナのヘアメイクにも注目が集まっていました。古谷アナのおしゃれコーデは要チェック。いつもヘアやメイクもおしゃれな方だわ。アナウンサー界一のおしゃれ、ファッションも本当に素敵すぎます。可愛いし綺麗ですし申し分ないです。とのコメントも集まるなど、センスの良さも光る古谷アナのインスタ。これからも、素敵な古谷アナのコーデから目が離せませんね。